リモちゃんジムの旅行きます。ちょっとね、新しい高難易度とか実装されてるんで、一旦ちょっとアルタ前に集合してもらって、ちょっと軽くご紹介してきてもらっていいですか。キッサー、さあやってまいりました。イベント受付で、はい、290アルタが今回の新ボスです。行きましょうか。防具クリスタ、マジ、はい、結構やべえクリスタと好評ですねさあちょっとご挨拶にだけ。 BGM もかっこいいから。あ、もうこの敵はもう俺この格好で行かないとこの格好で行かないと。ちょっと待って、今あれマトンいなかった。マトンボール、おらー、なんでそっち、そっち、あーちょっと待って、いきなりそっちは分からんよ。すごい、本当に秒でしたねってことで終了、終了です。まあこういうボスが刺されてるんで、ちょっと皆さん遊んでみてくださいってところと、で今回の高難易度は前回ね6月にやった新システムで実装してますんで、まあちょっとお題クリアすると報酬もらえますよ系のやつになってますね。スタージェムかけろじゃないですか。そうっすね、はい、まあ、結構パーティーで協力すれば結構集めるのは大変で、まあちょっとソロとかね2人とはちょっと今日大変なんですけど。え、厳重厳重もらえます。あ、でもソロか、やば。多分来年の結構先までこれ開けてると思うんで、はい、気長に遊んでもらえればいいかなってところですかね。一応来年からね6月の高難易度はちょっとねずらして9月にしようかなと思ってるんですよ。アニバ終わってからやっぱ高難易度あった方がやることあるしいいでしょっていう話なんで、ちょっと時期ずらそうかなって思っとるんですよね。であとまあ古いボスもまあこの新システムにちょこちょこ入れてこうかなとは思ってるんだけど、まあ多分女帝とかは新システムにしないかな。なんか結構ペットのレベル上げでみんな使ってるんで、新システムすると多分使いにくくなっちゃうから、まあ、あれはそのままでいいかなって、はいはい、うん、需要があるし